です。ということで、この番組は基本的に赤ちゃんになりたいが口癖の TikTok 生まれ SNS 育ち、息を吐くのも吸うのもインターネットな私、へっぽこバブ太郎がリスナーに対してバブみを感じてみんなに養ってもらう番組です。というわけで、2022年が半分終わった。ここでそっか、6月終わりってことか。半分何もせずに、まあまあ確かに番組してるけど、でもこの時しか外出ないくらいの感じなんでそうね、このそうね、イベントか、イベントはもう去年ってか今年の2月にやってるんで、まあ、まあ頑張ったっちゃ頑張ったか。まあなんか今年1年頑張るとか言いつつ、結局1月2月あたりでもう勢いなくなって3月あたりからなんか結局いつも通りの感じになっちゃったんだけど、まあまあまあ頑張ったでしょう。まあまあ頑張らなくても生きていけるんでまあいいかな。はい、というわけで、ではそろそろ始めていきたいと思います。本日もバブみを感じて大喜利タイムへっぽこバブ太郎のバブみを感じておぎゃりたい。この番組は文化放送さんとリスナーの皆さんの善意でお送りします。ヘッポコバブ太郎です。そして、本日もスペシャルゲストが来てくださっております。私のメインビジュアルを描いてくださったイラストレーターのルビ様です。2週にわたってお邪魔しておりますイラストレーターのルビ様と申します。今週もよろしくお願いしますなんかその私のテンションとその最初の挨拶なんかちょっとずれてるんですよめちゃくちゃ固くないですか。いやだってこのラジオ聞いてる人はみんなバブ太郎さんのトークをね聞いてるわけで、まあまあまあ私の、まあ、クソみたいな番組なんでね、確かにいやでもこのおばさん誰ってなるじゃないですかいやならないですよ。なんかそもそもなんだろうな、私よりも声可愛いんですよねそれは恐縮ですね。えでもバブ太郎さんも歌うと可愛いですよ。歌うと歌うと可愛いし、萌え声配信しようとしてる時は可愛い。あ、まあまあ、一応出そうと思えば出るんですけど、うん、でもそれ常にその声なわけじゃないですか。まあそうですね、羨ましいんですよね。やっぱその素で萌え声というか可愛い声が出るの本当に羨ましい。でもこのまま35とかになったらどうなっちゃうんだろうって思ってますよ。でも生まれてこの方ずっとその声ってことですね。そうです。でもそれはもうそのまま35、40、そうですね、50、60。えでもだんだんおばさんの声になってくのかな、どうなんだろう。全然そんな気はしないけどね今のところね。ありがとうございます。めちゃ可愛らしいのに。ありがとうございます。うん、あさてもう行こうかな、うん、さてルビ様がいるところで恐縮なんですが、そうね、番組的なお知らせをねまずさせていただきたいと思います。本日の放送終了後よりオンラインくじの第2弾がラッフルさんで発表、あラッフルさんで発表します。はい、発売が発売します。では今回のラインナップを紹介します。まず1等がデジタルサイン入りクッション、これで、2等がサイン入りイラストチェキで、3等が缶バッジで、4等がチェキ風カードかな、うん、でさらに10連ガチャ特典はポストカード、メッセージ入り、あこれはデフォルメなんだ今回は、前がデフォルトだったのかな、うんうんうん。でね今回すごいのがね、あの1等は個数制限がないんですね今回来たね。そう、まあ、前回がねその本当に、ね、40分ぐらいでもう全部上位賞が枯れちゃったのをね、こんなこと普段あります？ほらあんまないって。すごい、さすが。うん、まさかそんな枯れるとは思ってなかったんだよね。いやみんなボイス欲しいんですよ、あの目覚まし時計、うん、いやまあそういやでも本当は出したくないんですよボイスは。うん、マジで。だからこそみんな欲しい。まあそうかそうか、うん、出さないからこそ欲しいみたいな、うん、あれなのかな。そう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 、前回ねすぐなくなっちゃったチェキとかもそのチェキ風のカードで、まあ、今回その2等のサイン入りのチェキはまあ普通にその個数制限あるけど、4等の方のチェキ風カードは基本的にはないのかな。そう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 。でそう、3等の缶バッジはね、やっぱ缶バはさ
何個あってもいいじゃない。まあチェキ風のカードもそうだけど、そう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 、板場作るんだってめちゃくちゃ可愛いもんね。え、前回ってあれ缶バッジありましたっけ。缶バッジないね。ね、そうそうそう、シールはあったけど、そう、絶対こんな何個あってもいいもん、うんうん、絶対可愛い。まあこれはね、まあだから無限に数あるんで、無限に数あるのかな、ちょっと知らないけど、無限に数あるから無限に回していただければなと思いますそうね、お前らが回した分だけ作ってくれるそうですよ。よかったですね。まあこの番組の存続につながるので、あのぜひ回していただければなと思います。でね、そうルビ様もね、このイラスト描いてくださったパン先生とは、あ、そうです、そうですね、そう、一緒にゲームしたこととかもあって、え、でもめっちゃ嬉しいのが、なんか私の描いたキャラクターを先輩イラストレーターさんに描いてもらえるのがめっちゃ嬉しかったんですけど、うん、なんか私が描いたバブ太郎ちゃんのなんかデザインを取り入れつつ、なんか服をね、あ、そう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 、なんか衣装を変えたりとか、ね、ネイルしてたりとか、あとピアスも開けてて、そうそう、すごいパン先生見てる、なんかツイッターでも話してくださってたもん、ね、うん、あ、そう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 、うん、え、すごいピアス好きなのとかパン先生聞いてるんだな、いや、そうなんですよ、知ってんだと思ってね、さすがだなって思いました。めちゃくちゃ可愛いんだよなこのイラスト、本当にね、バブ太郎さんって感じの表情してる確かに確かに、どや、そう、ちょっと強気な感じのね、ねえ、めっちゃ可愛い本当に可愛い、もうどんどんこれでイラストじゃねえ、グッズ作ってほしいもん、うん、はい、というわけで、ぜひ今後、あー、そうね、オンラインくじぜひルビ様にもね、イラスト、このラジオ用のイラストとかも描いてほしいですね。いや、描きたいですね。でも今私同人ゲームね結構作ってて、あ、そう、忙しいですもんね。そう、いやだからね、来年の仕事とか早めに描けますね。来年の仕事も早めに期待しないと、そうくれたら描きますんで、お願いします。ありがとうございます。というわけで今回はね、お便り多めにね、うんうん、やっていきたいと思います、ここからはリスナーの皆さんからのメッセージを紹介していきましょう。ラジオネームアンヌさんからいただきました。バブチルビ様コンバブー、コンバブーバブヘッポコバブ太郎の生意気で可愛らしい、甘やかしたくなるキャラデザ、とっても大好きです。ありがとうございます。バブ太郎のイラストってどのくらいの制作期間がかかったのか知りたいです、ということで。もうだいぶ前、結構前ですよね。結構前ですけど、 でも結構時間かけたんですよね。あ、そうなんですね。そう、今までその YouTuber の方、 YouTuber なんですかね、まあ一応、まあ、YouTuber ってことにしときましょうYouTuber の方のイラスト描いたことなかったんでそう、なんかこれがメインのビジュアルで使われるって思ったらなんか緊張しちゃって、うん、そう、ちょっと原稿料の割に時間かけて描いちゃったそうなんすね。そうだったんだ。いや、もう全部本当に、もう今日も何回も言ったんですけど、もうルビ様が出してくれるラフの時点でもう全部可愛くて、ありがとうございます。本当に毎回毎回選ぶの苦しいんですよめっちゃ考えて3種類ぐらいラフあげたんですよね。そうそう、全部マジで可愛い。あれもね、書いてくれるんですよね。なんかそのこれで書いてくださいって言ったら書きますって言って、もう現地取ったんで、ボツになったラフが今まであるんで、それそう、ね、仕上げてほしいって言われたら書きますけど。どのくらいかかるんですか、だってこういうの1枚。でも簡単なのだったら3日ぐらいだけど、バブ太郎さんのはでも1週間ぐらいかけちゃったかも。そのどういうものが好きなのかなとか、資料集め、メイド服もいろんな写真見ましたし、そういうのに結構時間かかって1週間ぐらいかかりましたね。でも1週間であのあれが出来上がるんですね。うんすごいですね。あ、毎日何時間とか。でも私そう、1日もともとゲーム会社の社員だったんで、うんうん、なんかその時の習慣のまま1日8時間は働かなきゃって思ってるんですよ。え、今も働いてるんですか。なるべく働いてますね。すごい。で、働けないとは、自分は今日1日何やってたんだろう、周りの友達とかは8時間働いたり残業したりしてるのにってなっちゃってるんで、今日バブ太郎さんの話聞いた時に、マジで1日家で映画見てるだけなのあのもう今すっごいもう槍がぐさ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 こっちに刺さってきてていや、マジでも、そんなとんでもない人間なのに、うん、なんか私今日槍で刺しまくってるけど、バブ太郎さんって全然私を刺さないで、めっちゃずっと優しくしてくれるんですよね
別に刺すとこないですからね、完璧人間すぎて。そうかな。そうだからさっきも言ってたけど、その、うん、絶対1時間歩くか、うん、自転車乗るか。でもそれやんないと、あどうしよう1時間今日歩いてないから早死にしちゃうみたいに。なんかもう全然もう生きてる何かもう全部違うんすよね。もう何から何までご飯もちゃんと多分1日3食食べるし。食べますね。だ今日もだからスコーン行く前も、うん、なんか野菜めっちゃ食べてささみも食べたみたいな。そうだって今日はスコーン食べ放題したらそれほとんど炭水化物だから、じゃあ野菜とタンパク質を取っておかなくちゃって思って。やばくないですかその考え。私なんて今日いっぱい食べるはずだから1日何も食べないでおこうって朝から空腹のまま来たのに3つしか食べれなかったっすからね。女じゃんそれ以降クリームソーダ、クリームソーダ食べ飲んだだけかな。飲んだだけ。その後クリームソーダ飲んだだけでもう夜、うん、ですよ。もういい時間ですね。お腹鳴りそう。もう多分このままお家帰ってそのまま寝ますね私は。妖精じゃないですかやばもう本当そう。私とボブ太郎さんなんか誕生日一緒だし線も一緒だし歯科矯正してるのも一緒だし。そうそう結構共通点あるんですよ。まあ、でも生活が真逆すぎて。そう意外と被ってなかった。そう意外と被ってないですよ。そうなんか共通点あるはずなのにあんまり。そう見習いたいとは思ってますよ。見習いたいと思ってます心の中では。まあでもだんだん年取ったらなってきますよちゃんと。危機感感じて。そう運動しなきゃみたいな。そう絶対体調崩しますよ。はい、じゃあ続いて、ラジオネームみつばさんからいただきましたありがとうございます。バブちゃんそしてゲストのルビ様こんばんは。こんばんは。以前バブチは配信なのでヘッポコバブ太郎ではないもっと人名的な芸名、ヘッポコバブ太郎こと〇〇のようなものが欲しいということを言っていましたよね。そこでバブ太郎のキャラデザを担当されたゲストのルビ様にお聞きしたいのですが、もしもヘッポコバブ太郎のキャラクターに人の名前をつけるとしたらどのような名前にしますか。ざっくりとしたイメージだけでもいいので教えてくださいということで。オリジナルのキャラクターとかもたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういうのはどうやってつけてるんですか。ファンボックスで名前募集して。あ募集する感じなんだ。そう自分で一から決めたみたいなとか、そのキャラ書いて、あこの子は〇〇ちゃんだみたいなのはないんですか。いない。私ネーミングセンスないんですよ今までのネーミングセンスの候補、ネーミングの候補とかってあります。待って、一人だけ私が名前つけたキャラがいて、ほうほうほう、目玉ちゃんですあれはルビ様がつけた子なんだそうですねただそのセンスで確かに強いて言うなら、やばいやばいダメだな。私が今思いついたのはブリブリピンクザエモン解明してもそうヘッポコバブ太郎ことブリブリピンクザエモン余計わけ悪くなってるんですよすいませんもうブリブリザエモン思い浮かんじゃうじゃんなんかこれ多分ルビ様に聞いたのが間違いですねすいませんね。なんかもっといいのを自分で考えますそうね、ヘッポコバブ太郎と今サブアカはすっとこしゃぶ太郎なんで。ひどいポコ太郎でしょ。そういうの言うのマジっすかでもすっとこしゃぶ太郎も結構ギリギリですからねそもそもまあそうね、なんか可愛らしい名前考えたいんですよ。本当はリスナーさんからあっぱれ桃太郎可愛い可愛い、あっぱれ桃太郎ちょっといいかも。可愛い、なんか NHK とかのアニメでやってそうそれじゃあなんかまたこのシリーズでちょっと考えようか解明する意味ない。あっぱれ桃太郎に解明しますはい、じゃあ、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私への質問、聞いてほしいこと、番組の感想などなどどんなことでもいいのでお待ちしております。宛先はバブアットマーク JOQR.net です。ヘッポコバブ太郎のバブみを感じておギャリたい。コーナーで滑らされてとんでもない空気にされたのは全部リスナーのせいだからなでおなじみのこの番組ですが、
リスナーの皆さんにも誰かのせいって捨てるものありませんか？そんな全部何かのせいになれらんだって思ってることを送ってもらうコーナーです。ということでルビさんは全部誰かのせいってしたくなることってありますか？あるんですけど、うん、あるんですけど、マジで私、あ、既婚者なんですけどね、私、ちょっとガチ恋しちゃった人には申し訳ないです強気さっきまでバブ太郎さんの話が聞きたいとかって言ってたのにめちゃめちゃ強気になってるはいはいはい、まあまあまあいや、私既婚者なんですけど、夫のせいにする、うん、してるすごい大きなことが大きなことあって、いや私今徳島に住んでるんですけど、うんうんうん、それ夫の仕事 の都合で徳島に引っ越してきたんで、全部それ夫のせいで私は徳島に来たから、車の免許も取らないで全部夫が運転するのが当然。あー、なるほど。もう、 そう徳島に来て不便なことはもう全部夫のせいと。そうそう、友達に会えないのも仕事で東京に行けないのも全部夫のせいでもそれは割となんか筋の通った感じの気もしますけどね。実際しょうがないし、本当に。でもそれを言われたら元も子もないって言われてまあ確かにそれもそう、そう喧嘩になったんですよ。そうなんだ。いやでも他の女の子の話、やっぱり徳島に引っ越してきた他のカップルの話を聞くと、徳島来て自分も免許を取ったっていう話、普通にニコニコしてて、あ、そう、じゃあ取らなきゃなと。そう、普通の性格いい女はそうなのかも人のせいにせずに勉強も取ってってことですか？そう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 はい、というわけで、リスナーの皆さんからのメールを紹介していきましょう。ラジオネームびっくり紳士さんからいただきました。買った目薬がすぐどこかになくなるのは携帯しやすい形にした目薬メーカーのせい。あまりにコンパクトでポケットに入れた感覚が分からなく、落としたと思って新しいのを買ったらポケットから出てきたってことが数えきれないほどある。本当にこんな自分を何とかしてほしい偉いじゃん。結局自分のせいに戻ってきてるんですね。でも確かに目薬しょっちゅうなくす。わかる。どこ行ったんだろう。でも絶対 なくしてるっていうか絶対家にあるはずなんですよ。化粧ポーチからいつ開けたのか分かんない目薬出てきたりしますよ、怖い怖い怖い。え、ない。いや化粧ポーチはないかな。嘘。でももう一回消えたらもう出てこない。あ、リップも確かに。リップはあるあるだわ。すぐなんかめちゃくちゃ唇乾燥するんで、塗ってはどっか置いて塗ってはどっか置いてってやってるからすぐなくなっちゃう。あの髪の毛のゴムとかもそう。ああ、もうすぐなくなる。10本ぐらい買ってますよ。そうそう、いろんなとこに目薬も置いておけばいいじゃんって思うけど。いや、まあ、確かに。でも目薬って使用期限とか気になるんですよね。そういうのちゃんとあります？え、使用期限、え、結構短いですか目薬って？え、だって目に刺すもん。いや、まあ確かに、うん、なんかでもいけるかなみたいな。なんか日焼け止めとかそれこそリップとかもあるじゃないですか、うん、多分使用期限とか化粧品ってあるって言うけど、うん、なんやかんやで、まあ、昔のやつ使ってるかな。お、え、3ヶ月。短い。市販は3ヶ月だって。マジか。え、全然 1,2 年とか余裕で使ってるんだけど多分え、使用期限を過ぎた目薬は薬効が落ちている以外に雑菌などで汚染されている可能性も高くなるので使用はしないでください。え、そう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 。やば。え、ブンブン。バリバリ使ってるんだけど、いつから使ってるんだろう。絶対使ってるよね。え、絶対私も使ってる。年単位で病気になっちゃいますよ。え、目ん玉死んじゃう。うわ、じゃあなくなるのが割と正しいのかも。じゃあこれ目薬メーカーもなくなることも込みで、その3ヶ月程度でなくなることも込みであの形なのかもしれない。なくなるってそれ神隠しってこと。そう、だから多分どっか行っちゃうみたいな。そう、でもどっ、あ、そう、多分なくしやすくして買い直すので、そう、使用期限守ってもらおうとしてるんだ。なるほどね。そうかな。じゃあ続いてラジオネームコマさんからいただきました。最近は世の中も少し落ち着いて飲み会をする人も増えてきましたね。そこでよく言われる言葉ですが、大人が失敗するのは全部お酒のせいです。お酒を飲んでハメを外しすぎて失敗する人って多いですよね。私も酔っ払うと金遣いが荒くなり、朝起きたら財布にお金が入っていないという失敗が何度かありました。
ですが次の日には二日酔いで現実に戻されて、昨日の自分の行いを自己嫌悪して病んでしまいます。そうお酒は本性を暴くだけで何も悪くないんです。私が失敗するのは全部私のせいなんです。バブチもお酒の失敗には気をつけてねということで。えらそうなんですよ、結局お酒のせいではなく、そう自分のせいなんですよね。でもお酒好きですもんね。あ、私お酒大好きですよ。なんかありますそういう失敗とかありました？いやめっちゃありますよ。お、今までで一番やばいのは、今までで一番やばいのは、うん、イエイイエイイエイそうなんだ。いや 私意外とないんだよ。その外でお酒飲むことがないから言ってましたね。そうそうそう、家で映画見ながらお酒飲むくらいしかしないんで、そう飲みましょう、失敗することが、いやそうなんですよね、飲みましょうって言ってましたもんね、うん、飲みたいですね。いや意外とすごいクソ真面目じゃないですか。だからお酒飲んでむしろ失敗してるところを見たい。あ、うん、いやしないと思いますけどね。そう、なんか外出ると酔えないんですよ。なんかちゃんと帰らなきゃとか、なんかいろんなこと考えて、そう全然酔えないし、まあそもそもその多分外出たら飲めなくなっちゃうと思う、その今日の食べれないと一緒で、多分ね。いや飲みに行きましょう。そうそうする、確かに家来てもらうとかだったら遠慮なく酔えるかもしれないです。言っていいんですか？なんかその言い方何？いいですよ別に。手にぎにぎしちゃった。自分の手声でにぎにぎしちゃった。めちゃちゃ、それでバブ太郎さんが失敗したらまたみんなに報告しますね。でも全然本当に家来てください。それこそ今回多分ホテルに泊まるって言ってたけど、う全然うち泊まってくれてもいいです。全然ぜひ。やったということで、こんな感じで全てを誰かのせいにしたくなった体験をお待ちしております。以上まるまるのせいのコーナーでした。へっぽこバブ太郎のバブみを感じておギャリタイクソマロ、またやるのクソマロ、ね、またゲストいる回でやるの？はい、マシュマロに送るクソみたいな内容をあえてメールで募集するコーナー。ルールはたった一つ、メールを一行で書いてくること、単語一つでもいいし質問でも OK、 とにかくクソマロ送ってくださいということで、早速紹介していきましょう。ラジオネームゆうさんからいただきました。取り調べを受けている作曲家のショパン、初版です。くだらねー、くだらねー、クソくだらねー、何も言うことない。困るでしょこれ、なんて言えばいいかみたいな。本当に この人これ送ってどういう反応を期待してたの？やめてあげてください。そういうの傷ついちゃう。すいません、すいません。はい、続いてラジオネームマグネさんからいただきました。おじさんとミキプルーンしよっか2個。どういうことなんですか？はい、次行きましょうか。もうね、何、しかもおじさんの字がさ、地に点々なのがめちゃくちゃおじさん感って腹立つんですよね。続いてラジオネームマレフィーさんからいただきました。地持ちの掲示板ジモティ。地持ちか、ちょっとメロディー言わなきゃ。いや私これ分かんない。えな、どういうやつですか？あ、わかるですか？地持ちの掲示板、地持ち。あー、はい、聞いてなんとなくわかりました。ジェネレーションギャップだな。え、それこれ古いですか？古くはないですよね。一応今もある、聞いたことはある。地持ちか、なんかオタクすぐ地になるみたいな言いがちです。なんかその座り作業してると地になりがちみたいな言いますよね。大丈夫ですか？あ、私スタンディングデスクでやってるんで。スタンディングデスク？え、座り仕事だと早死にするっていうから、昇降台にモニター乗っけて、あの立ったり座ったり
して作業できるようにしてる。すげえ、これ見習え、これオタク。みんな、私も見習おう。うん、すごい。え、でバブ太郎さんは字ですか？いや字じゃないですよ。やめてくださいよ。はい、というわけで、今日は終了となります。こんな感じでクソみたいなメールをお待ちしております。以上クソマラのコーナーでした。お送りしてきましたヘッポコバブ太郎のバブミを感じておぎゃりたい。そろそろおぎゃり終えておねんねの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスヘッポコバブ太郎のバブミを感じておぎゃりたいまで。メールの場合はバブアットマーク JOQR.net、 バブアットマーク JOQR.net までたくさんのメッセージお待ちしております。またこの番組アーカイブ配信を YouTube の A&G チャンネルに放送されて1週間後にアップされますので、ぜひ登録しておいてください。さらに公式 Twitter もありますので、ぜひフォローしてくださいね。そしてこの番組ラッフルさんとコラボしたオンラインくじがこの後、そうね、この後発売、もういつもこれ発表って呼んじゃう、発売開始します。今回はそうね、1等の制限がないので無限に回していただければなと思います。ということで13回目の放送だったんですが、その前にね、いや、そうなの、いや、無じゃないよ、今話したじゃん。今回ルビ様にね、このゲストとして2回連続で来ていただきましたが、はい、私とね、ルビ様でね、まあ結構デカめのね、企画をね、プロジェクトをね、そう進行してるんすよ。まあ、まだね、その続報は詳細は話せないんですけどね。でっかいですよね。でっかいしか言えないんですか今。じゃあなんて言うんですか。なんかもうちょっと言っていいことないのかな。言っていいこと、そう、イラストを描いてもらって。あ、そうだね、そっかそっか、新しいイラストは描きます。そう、うん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 、バッチバチに可愛い、本当に可愛い。よかったよかった。そうかも、そうかも、それかも。そう、もう可愛いが最近もう大量発生してて、そうなんですよ。まあそういうのもありますので、またね、続報お待ちください。はい、というわけで、言い残したことは、言い残したこといや、バブ太郎さんなんか結構ね、ラジオとかで金にがめつい感じのキャラに仕立て上げられていますけど、いや、めちゃくちゃいい女、真面目でいい女なんで。いや、やめてください、崩れるんで、キャラが、そう、設定がキャラが崩れるんで。そっかいや、皆さん、あのバブ太郎さんのね、相手になってくれると、相手になってくれるね、なんかいつかいい人が見つかるといい、出会いがないって言ってるから ね。そうね、そう、もうリスナーの中から探そうかな。そう、いや、みんなバブ太郎さん本当におすすめですよ。はい、というわけで、それでは本日はこの辺でお別れです。お相手はヘッポコバブ太郎と、そしてゲストのルビ様でした。せーの、バイバイ。ヘッポコバブ太郎のバブミを感じておぎゃりたい。この番組は文化放送さんとリスナーの皆さんの善意でお送りしました。